怖いんだよな、この子。いや、頑張ってほしいんだけど、あなたも頑張ってほしいって聞くと押すんだよ、これ。<ー>よろしく頼むぞ。三二一さあ、来ました、マムセ。今回からどんな展開になるか、あ スペちゃん。ああ、やっぱけど、北ちゃんだよね。<laughs> またすごいことしてる、ね。<laughs> それ、どうやってあれ、戻すの体から。てか、これ自分で乗っけたのおお、宝塚。まあ、けど、選んでもらえるでしょうあんだけ成績出してたら。うん。いや、落とすんかい <laughs> え。え生徒会室 なんだえ宝塚記念とかじゃないのなんだの？お呼び出しってことだよね今の。だからルドルフ、会長からだよね。うーん。まあけどもうたちゃんはもう自信というか、まあそこら辺もう落ち込むようなこともないだろうし、こっからあと全力でレースに挑んでいくだけだと思うんだよね。 それでどこまであとは G1 とか取って、まあ勝利数を伸ばしていくかみたいな。そんなことじゃないのかな。で、もダイヤちゃんとの戦いももう終わったしね。気になるのはあの子だよね。このさ、ダイヤちゃんと、そうそうそう、戦いの中で描かれてる、このシュバルちゃんこの子が、まあどこかで 一回 G1 は取るんじゃないかなと思ってるんだけど、宝塚出んのかなもうなんかいつも惜しいところにいるじゃんもうここまでずっと見せ、見せられたらね、やっぱ頑張ってほしいなって思っちゃうわけでですね。いやどんな展開かね。 もう前回ほんと最終回みたいだったからさ、全くわかんないわ。何が起こるか。んお祭りうん。実行委員長、うん、うん。うん。ああこれは、あれか、文化祭的な お祭りだし。おん、うん。ああ。いやー少しあれだね。なんかのんびりした回になるのかな。うん。きたちゃん大活躍回かな。 いやってことはこれあるじゃない <laughs> いろいろ出てくるんじゃないまた。今まで出てきた子たち。ゲームやってる人はどれだけわかるかなの回だね。いや、もう早速じゃん <laughs>。ね。あ <laughs> <laughs> いいね、いいね。<laughs> 今のやりたいね。<laughs> の実行委員。うん。他のみんなどうしてんだろうおえ それ何ちょっと待って、バナナ。何バナナ焼きああ。あ、焼きサバ。うん。ああ、やっぱ串焼きバナナだ。いや美味しいのかなもけど、バナナ焼くってあるもんな、実際。ね、地域の人もね、一緒に盛り上げて。 あ、今の声はうん。えあ !KO があ,あいや、かっこいいその髪、髪いや、いい感じですよ。あやばえ、ってかマックイーンいいまっくいいの、このまとめいいねあし いやいやいや、羊違い <laughs>。いや<ー>、<laughs> なんだよ。まあまあ、これでこそゴールしだけど。マック・イーンすごかったな破壊力が。あ、ダイヤ。あ、あメイドかあ、だからトレーナーさんにちなんでなのかなこれは。あ、あ、あ、うん。 <laughs> いや、そうね、変わらず。<laughs> いや、似合う。いや、このね、里のクラウンも可愛いね。あ、出るのああ。いやー、北ちゃん勝てるかな今回。うん。おやすみあ、外戦門か やっぱりね、そこ行くんだね。うん。いやー、それぞれ頑張れ。うん。あー、難しそうだね誰だあっいやーで、この子は、宝塚出ないのかなフォークいやー、すごすぎる。 <laughs> ああ、北ちゃん人形だ。ああ、優しい。あ、この子なんか来そうじゃないああ。これはフラグだと思うな <laughs> これ来たな。勝ったな。<laughs> もう、名め返上会だわ。 うわ、北ちゃん負けるんか。また。あドラメンてかいや、難しいよね。これでさ、五六百円とかもらえるんだよね。もつ <laughs> いや、下手くそすぎる。<laughs> あんな豪快には終わらない、なかなか。<laughs> おえ,えう、うん、全然惜しくなかったけど。 あれ、昔あの、割れちゃったの食べちゃってたけど、あれって食べてよかったのかなうん。うん。うんあ、これがうん。あ、あー。 出るのドラメンとダイヤちゃんと一緒に。うん。頑張れ。いや、これ、キタちゃんはうん。 うん。ねきたちゃんも出たりすんじゃねうん。三度ダイヤちゃんと、ドゥラメンテと。いや、それすごいなえ、<laughs> また <laughs>、また呼び出し、今度はなんだねてかね、小栗とか出てこないかな いや、なんかまたさ、食べてるところをね、こんだけ屋台とかあったら、なんかありそうな気すんだけどね。いや、来ないかなーあー、え、いや、こういうとここそなんじゃないのあははは、<laughs> 楽しそう。あははははいいねーわーおー、セクシーい。や、怖いこれ。あはは、あれ あれいないのああ、いたいたいたいえ、出ないのあなたは見学者なの意外なんだけど。ああ、売ないか。ああ、いや、聞きたい歌ちゃんと。お今の子どれだっけうーわー、みんなかわいい。あ取 <laughs> れなかった。え ああ、奥も。いやーすぐに名前出てこないんだけどもう、うなかなか難しいな顔はあれなんだけどねー。ああ、来てくれたんだ。嬉しいねー。ああ、師匠ああ、なに、なにされ、牛さい,いや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 。あ ああ、目白の皆さんか。いやーめっちゃかっこいいんだから喧嘩しないで。うん。いやー来てくれたんだ。あ、あ、あいやーゴルシンとこのね。 楽しそうでよかった。ああますりだ <laughs> いや、バナナは置いとけ。いや、もう全員集合だね。いや、けどこれあれじゃねもう A パートで終わっちゃう感じじゃんあ、宝塚やんのか。 で。んトレーナーさん。うん。あ、まだあれなのか。うん。うん。ああ、そういうことなの。んなんだ ああいや、トレーナーさんは何してんのよ。うん。いや、北ちゃんは本当に、メンタルいろいろね、ここまで上げ下げ、アップダウンあったけど、乗り越えてきたよね。うん、みたいな<や>ね。<laughs> あ、喫箇所。 もう大丈夫だよねうんいやーもうなんかお話の締めに入ってきた感じがするなだからこれ宝塚からの凱旋門なんじゃない うん。はあ。いや、けど、あのー、ライバルたちがちょっとねー、ああ、来たよ。あーこれじゃあやっぱきたちゃんだなー。きたちゃん取るか。 いや、この流れがなかったら、あの、縛る、なんかあるかなぁと思う。ああいや、これはもう絶対行くなぁ、外線も買って。うん。いや、世界のお祭り屋で。 わあ。いや、絶対勝たないとこうなってくると、前哨戦として。いや、怖いねーけど、ちょっと。いや、けどもうね、今の北ちゃんは別格だもんね。あ、えここでんあ、ああ、ダイヤ。うん。ええ <laughs> ちょっとちょ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 。ああ、稼い。 おうん。えこれ宝塚大丈夫なのこんなんで。ええ誰うん。あー、うん。え、なんでこれをここで え、そしてさっきのあの A パートのアイキャッチはなんで里のクラウンうん。借りたいもの。え、でもうあれなの、ダイヤちゃん行ったの先に。うん。うん。あー、エルコンドルパサーもそうだった。そうだ。 <laughs> いや、ゴルシュはピースなんだね。ピース、ピース。<laughs> うーんいや、まだみんな強力なライバルがいるんだろうな、これ。あ、うん。体調は戻ったのか。うん。平気なのかな まあ大丈夫か。ええー、これ宝塚どうなんのなんか里のクラウンも怪しい感じしないあそこのアイキャッチさ。シュバル、里のクラウン、タちゃん。いや、誰来てもおかしくないぞ。ああ。まあ、北ちゃんが本命なのはあれだけど。ああ、祭りベーブ。 え、え、なんか怖いなあ,あ、そっちか。心配してんのは。うん。<laughs> いや、汗だくじゃねえか。<laughs> ちょっと。うん。ああ。ああ。 ええー。いや、結構リスク大きえなんだったのうん。止めちゃったけど。いや、服着ろ。<laughs> 服着てから喋り。<laughs> んああそうか。 ミルクって。うん。えいや、正気で飲むものじゃないだろう。<laughs> あ、宝塚え、大丈夫何この天気、どんより。あ、いるね。シュバルちゃんいたね、今。宝塚だわ。清水行ってまで見る <laughs> ねえ、観光なのかわかんないけど。<laughs> うん。いや、頑張れきタちゃんうん。いや、大事なところいや、これを聞くとね、なんかいけそうな感じすんだね。うん。い怖いんだよな、この子。いや、頑張ってほしいんだけど、うん あなたも頑張ってほしいってキックどうすんだよ、これ。できそうなんだよね。今までの悔しいとこ見ると。いや、誰もあるぞ。誰も。いや、あのアイキャッチがな、ちょっとな。これは誰が来る あ、えおうえあなたなのかやっぱ。いやー、なんとしても取りたいんだろうね、トップを。あー、いややっぱこの北ちゃん強いだろう、今の。いやー、サトルクラウン。 いやあ、まあ、この3頭のどれかは間違いないんだよないやーけど、いっちゃうのかなうん。まず、ゾーンって来んじゃないの北ちゃん。ああ、けど、しっかり後ろにいるね。うん。まだ。 え大丈夫かマジで。いや、なんか、いや、これ勝てないな。きっと。あ、いった。んあ、これダメだな。<laughs> いや、これちょっと、やっぱし、ねえ。いや、ついにか、ここで。え、参観はダメなのあ、かからないのかエンジン。 うん。ああ、どんどん行く。いや、逃げ切るぞ、これ。あの子。あ。いや、いや、あれあれ沈んだんじゃない今。シュバルちゃん。あれいや、頑張れ。いや、里のクラウンなのかえ、北ちゃん。 あ、あ <laughs> あ来た里のクラウンだこれ。いや、おう、来たちゃん。ええー。いや、ちょっと海外、大丈夫これ。黄色信号なんじゃないのいや、もう。 あ、島、あれ、あんな後ろまで行っちゃったね。ああ、もう、もらっただろ、これ。いや、おめでとうだよ。あいや、てか、来たっちゃう。あなに応援してたのかな。あー。ねかったねー、あなたも。 いや、里のけかわいい。あ、よかった。<laughs> よかったね。<laughs> うん。ああ。いや、最後まではね、ちょっと続かなかったね。いや、来るのかなと思ったけど。いや、こっちよな。来たちゃん え何どうしたのえゴルシーえゴルシーはなんかわかるのかあれえええ,えゴルシーラストって。いや、やっぱ闇上がりだったし、みたいな本領発揮ができなかったってことじゃなくて 何なんだろうね。え、これでだって外戦もいけるのこんなんで。この調子でさ。いやー、不安な。また、<laughs> もう勝たないね。もうやっぱり、順調というか、順風満帆にはいかないよな。もうこの作品ほど本当に、もう上昇街道とかそういうのにいかない作品ないよね。 主役が、ね。だから面白いんだけどさ。いや、ここでまたきたちゃんちょっと不安に落ちっちゃう回なのかな。まだもう一回あんのかね。そういうの。もうそういう心配もしなくていいのかと思って見てたんだけどね。いやー、てか今回のマックイーンの <laughs> 出実型超可愛かったんだけど。<laughs> ていううも良かったけど、マックイーンは分かったな。 いやー、来たっちゃん。ダイヤちゃんたちも、ドゥラメンテもいるんだよ というわけでまた再びね、ちょっと不安が残る回になってきたんだけど、きっとゴルシがなんとかなんかしてくれるんじゃないかなと思うんでね、また調子戻してくれると思うんでね、まぁ、あ、北ちゃんには凱旋門の方でね、頑張ってほしいね。はい、というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕に役者に対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだのったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでやってください。以上、動画バックスご用意しました。バイバイ。